まあそんなわけでこちらのコーナーメモリースノー内で夏木スバルはエミリアとのデートコースを下見する極秘ミッションを遂行しようとします。そこでこのコーナーでは毎回お題に対しての理想のデートプランを皆さんに考えてもらいます、うん、デート相手はもちろん私やエミリアでもいいしペデルギウスや吉坂さんでも OK、うん、でもリエーションでも OK というみんなの妄想がはかどるコーナーでございます、うん、今回事前に募集していたテーマ発表したいと思います。こちらです。ピクニックデート。ちょっとリゼロからかけ離れているような感じで、かけ離れすぎてるんですよ、うん、ピクニックってなかなかしないというか、まあ、あえてねリゼロの世界でね見ることなさそうな感じですけど、ね、じゃあ早速紹介させてください、うん、ペンネームエリチャさんからいただきました。ありがとうございます。エミハシさん、ペテツグさん、ラムションこんばんは。こんばんは。大好きな松岡さんがゲストと聞き早速メールしました、はい、私はペテルギウスと二人でデートをするプランを考えてみました。今回のお題がピクニックデートということで、お弁当を作って渡すということも考えたのですが、私は料理が苦手なのでペテルギウスにお弁当を作ってもらいたいです。ペテルギウスにはたくさんの見えざる手があるので、きっと手際よく作ってくれると思います。なるほどね。場所は山がいいですね。登るのは面倒なので見えざる手に乗って山までひとっ飛び。到着したら見えざる手の上で一緒にお弁当を食べたいです。ということでいかがですか。ちょっとカードルだけあとなんか見えざる手の使い方特殊すぎる。特殊乗り物にもなる、だってお弁当も使ってないし、うん、乗り物にもさせられて。だって五家の人から見たらあれでしょ、体育座りして人が空中に浮いてるっていう状況本当じゃん、ね、あんな気持ち悪い乗り方初めて見たですみたいな、乗り方初めて見たですみたいなこと言ってたからあんな気持ち悪い飛び方初めて見たです。確かにな。はあ、どうですこんな感じのデート、吉嗣さん的には。え、したいしたい、いやしたいとか。ペテルギウスには向いてると思います。うんうん、いや多分ペテルギウスはやってくれるんじゃないですか。ああ、まあじゃあご飯も作ってって言ったら、作ってくれますかね。あのちょっと理由付けして、うん、あのこうあのね、あの魔女様の信仰の度合いが測れるのでみたいなこと飛ばされてるよなんか言いくるめればみたいな、うまいことをね、かわいそう、ちょっと魔女教を絡めればみたいな、かわいそうちょろい人みたいになっちゃってるのそっか、はい、ではお次がですね、はい、勤勉な魔女教徒さんからいただきました。ありがとうございます。ペテルギウスとのピクニックデートを考えました。待ち合わせをして少し遅れてしまい、あなた怠惰ですねと言われ落ち込む。いや、ずっと遅刻してんだもん。その後見えざる手に乗って景色のいい公園に行く。雑談をした後で弁当を食べる。美味しかったのか、あなた実に勤勉です、この味脳が増えろと言って気分上昇。魔女教の話をし、デートが終わった頃にはペテルギウスの指先になってました。現象的にツッコミどころ満載でしたね、これ本当だよ。みんな絶対見えされて乗りたがるやんなんでみんな漏れなく乗ってんねん、まあ、感覚的には空を飛んでる感覚にはなりますけど、乗ってみたい乗り物の一つなんでしょうね。ドライブ的な感じなので運転操作もうまそうですし勤勉だからねじゃあもう一つ呼びます。はい、ペンネーム指先さんからいただきました。もうそうじゃん指橋さん、ペテツグさん、ラムション、こんばんは。こんばんは。私はペテルギウス様の、経験な指先です。でしょうねペンネームで分かってたよ今回のお題はピクニックデートということですので、僭越ながらペテルギウス様とのデートを提案させていただきます。ただペテルギウス様が愛しているのは魔女様なので、こちらに視線を向けてもらうことは難しい、うん、というわけでまずはペテルギウス様に体を明け渡しますどういうこと、経験すぎるそう、私の体に憑依してもらう形でデートを遂行しようというわけです散歩やん、それ一人お散歩やんお散歩ピクニックの目的地は、そうですね、ピクニック定番の見晴らしのいい草原にはあまり良い思い出がないので、薄暗い洞窟の中などはいかがでしょうか。
福音も持っていないようなジャージ男に奇襲されないようにあらかじめ下見も勤勉に済ませておきます。もちろん移動は見えざる手を使います乗るんかい体育座りでさてピクニックの目玉といってもいいお弁当ですが、あえて用意しません。あれ何を食べるか、そう、それは指ですいや、笑っていいのか微妙な気持ちになるんだけど自らの怠惰を怠惰さを呪いながら恨みを込めて一本ずつ味わいますこのデートプラン、ペテルギウス様的にはいかがでしょうかこれはもうこれ狂気以外何もない確かにもうあれですよね、もう完全にあのちょっと待って、あのお一人様のお散歩いやもうだってこれペテルギウスの休日でしょ、うん、確かにもうです、ね、そうなってきちゃうと、うん、ねえ、あのスバルが憑依された時みたくなるんでしょ、そんな感じですよね、そういうことですよね、洞窟に向かうわけですよね、うんうん、お弁当もなく、うん、そうよ、勤勉に下見もしてちゃんと、うん、で指を食べてるとお腹空いたらどないやねん、あー面白いね、これはでも指先と名乗っていいでしょうね、確かに ね、 この方はね、名乗るからには名乗ってるからね、大丈夫か、はい、はい、ということでこんな感じでデートプランを皆さんもあのデートプランを送ってきてくださいデートとは一体次回のテーマはまたラジオのページで発表しますのでお楽しみに、はい、以上極秘のデートミッションのコーナーでした。